神指チャンネルのお時間です。こんばんは。はい、今日は、はい、ニュージーランドからインスタグラムの DM にて、もちろん日本人の方なんですけど、はい、中尾さんという方からダイレクトメッセージをいただいて、投球動作を見てくださいと。はい、テンション上げていこう。兄弟、太一くんと文治くん、はい、ご兄弟の、投球動作を見てくださいと。太ちゃん、文ちゃんね。はい、太ちゃん、文ちゃん。まず最初、じゃあ弟さんの文ちゃん、文治くんから今この辺に、はい、出してもらってますが、はい、この文治くんの送ってもらった動画自体が多分すごい軽くピッて投げてるものなので、うん、はい、このピッチャーですよね。ピッチャーですね。強く投げた時にどうかっていうところまではちょっと置いておきます。はい、このフォームだけでというまあ判断で、はいはい、いきましょう。はい、一番気になった場所1点、はい、簡潔に申します。はい、文ちゃんは左足を踏み込んだ後に、まあ、骨盤をこうクッて回してきますよね。はい、右の回転を、はい、回転不足です。文ちゃんはこの辺までこう回してきたらもうちょっとこう肘低めのトップでグーって、まあ肩甲骨は柔らかいんだろうね。うん、こっからこの辺まで回してきたらあとはこの状態だけでポンって振ってる。はい、岩田さん、お父さんがスーパースローが好きみたいなんで、うん、スーパースローでスーパースローやば。ちなみに文治くん、俺生まれた時に俺の父方のおじいちゃんが、はい、俺の名前最初文治にしようとしたらしいよ。以上です。これでもガチ話かな。親近感あるんですよ。そう、親近感。はい、いきますよ、はい、スーパースロー、よーどん、はい、ちょっとターミネーターみたいな。はいはいはい、タタ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 タ。あ、でもまあそうですね。で、アイビー、はい、アイアイビーバンス。まあ何を言いたいか、ここの回転、骨盤の回転の瞬発力って結構重要ではあるんだけど、ムンちゃんの場合はどちらかというと状態のこのギュンって、このこれをすごい使うじゃん。はい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 、はい、それはオッケーな、はいはい、オッケーなんだけど、もう少しこのグーッと入ってきた時にさらに今の上の使い方でいくともっと前で離せて、うん、もっとしなりを使える。ただそれだけ。鬼若グランドの近くかわからないけど、はい、傾斜になってるんだけどすごいね、リリースポイント高いの分かるの、うん、ちょっとこう軽く投げてるっていうのがあるよ。ただこれを本番でピッチャーとして投げました。おそらく高めに浮くボールが多いんじゃないかなと、うんうん、軸もしっかりしてるしいいんですけど、もう少しこう自分の体のバネと、うん、柔軟性と力をボールに伝えるにはここをこうですよね。ここ、ここ、はい、すまん、はい、すまん、これこれ、はい、これがこう回したいじゃん。はい、こう回したい。はいはいはい、文ちゃんはこれっす、うん、文ちゃんはこれっす。はい、だから本来ははい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 、これだけなんです、はい、それ以外は現在肩肘、まあ、その他痛みありますかっていうのはないようですと言ってたので、単純にフォームを見てほしいっていう。そう、もしこれでちょっとこう肩が痛いですよってなれば多少ね、トップの高さとかいろいろ言うかもだけど、痛くないのであればそこだけでいいんじゃないかな、はいはい、思ってます。はい、多分ね、お年頃なんですよ。そう、はい、文ちゃんはお年頃、はい、まあ、この動画を見るとちょっとこうなんかちょっと恥ずかしそうな。でも綺麗ですよね。いや、いいフォームだよ、うん、首のね、俺は首好きなんだよね。岩隈投手を彷彿とさせるこの首のこうスッと立った感じ、綺麗、うん、俺はすごいいいと思う。ちょっとだからもっと力をグッと入れた時に、おそらくこれ予想で、ここから予想、はい、おそらく力を入れて投げてくださいってなった時にはこの上体の力でここのグッっていう力で力んで投げてしまうんではないかと。下半身の動き変わる人そんないないじゃん、うん、みんな大体こっちでガッて言うでしょ、はいはい、っていう俺の中の統計上、はいはい、お
そらくこの踏み込んだ時のこの右の腰の回転不足による上体の頼り、はい、柔らかいからこそできる。硬い人はこれできないんだよ。そう、出てこないですもんね。うん、体はよし、うん、ただもう一個そこを使うことでさらにボールに力が乗る見て分かってほしいですね、ちょっと、うん、お父さん見てくれてるけど、文ちゃん見てくれてる確かにそんなん見ねえよって言ってるかもしれないけど、いいって言ってるよ。あとでね、部屋でこうこすり見てる勝手に人物像をされてますでも本当にちょっと頑張ってもらいたいです、はい、あのね、ニュージーランドって異国の地で野球を頑張ってるそうなんで、うん、なんとかね、逆輸入プロ野球選手目指して、うん、はい、頑張ってもらいたいです、はい、そんな感じですね。文治君の動画は以上となります。はい、次回はお兄ちゃんの太一君ですね。はい、文治君の B ですね本日の動画以上となります。はい、ここ上よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。If you find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.